これ事故る。あれ、これ何の入れ物だ。あ、上だ。サイズ違うんだこれ。よっこいしょ。画面を支配してる。よいしょ。トロロ。よいしょ。頑張ってます、めっちゃ。頑張って。衣替えしてる。セーターとかしまってるナウだよ。よいしょ。あ、死にそうかも。なんでこんな休日にハードなことしてるんだ私。あ、今でも足の踏み場ない。よいしょ。ぬるたん何してんの。もう大変大変、困ってます、大変すぎて。よいしょ。さんがいる。ほんまに。今はクローゼットを整理してます。届いたの。メガネ刺さる？これもド入りだからめちゃめちゃ目ちっちゃく見えるやつだよ。よしよし、これ向き大事よな。逆かな。おお、超えられる。すごい、熱すぎる。やばい、もうね、ヘトヘタ。夜ご飯今ねパパが作ってて、そうだから夜ご飯になったらちょっと一旦やめてご飯食べてくるね。パパが作ってくれてるよ。めっちゃ便利じゃんこれ。早くこうしとけばよかった、ズボン全部。逆に今までは全部畳んで収納してて、なんか夜中とかに眠いって思いながら畳んでるのがもう辛いから、全部ハンガーにしようかなっていう作戦で、この衣替えを機に、木にね。そう、だいぶ楽になるよね。これつけるだけだもん。だって助かりすぎるよね。もう今も秒速だもん、これやるのに。マジで素晴らしいわ、これ。で、その分、あ、
れを減らせる収納ボックスをちょっと減らして、収納ボックスって収納量を減らす気がする。そのそれがある分さ、こう余白とかに入れることが難しくなるじゃないですか。だからそれでだいぶ収納も増えるし楽になるし、最初からそうしとけって話なんだけど。でちょっと新しい機械、そう、そしてズボンを全部シルバーで揃えたんだったら、普通のハンガーもシルバーで揃えたくなっちゃって、今から全部それをシルバーに付け替えるっていう作業が必要なわけ。目標24時だわ。目標24時ですね。大変すぎない？今までつけてなかったズボンとかも全部今つけ直してるから、誰か手伝ってほしい。本当に手伝ってほしいかも聞く、リアルに猫の手も借りたいわ。トロロ、本当に勘弁してって思ってるよ。正直時給出ないかも。まだありがとうって言うだけ花が嬉しいんだっけ。いや、これをやってるじゃん今。これをプラス今セーターとかをしまい直してて、奥の方に。それも作業もあって、気が狂うよね、さすがに。さすがに気が狂っちゃう。その言葉だけでやるが優しい。良くないよ、そんな優しくするの。ほんにトロロさん、どうしたの。マジで物が捨てられないタイプすぎてさ、ほんと捨てられないんだよね。使うかもみたいな。ママにいつも怒られる。だからもう母の部屋は綺麗なんだけど、めちゃめちゃ物が多いんですよ。待って、綺麗すぎる。何この収納、素晴らしい。感動しちゃう。感動してます。現在感動してます。私、あ、ズボンがまだあったよ。まだね、5分の1。マジで捨てられないのものを本当に捨てられないのよ。捨てられなさすぎてびっくり。トロロ、かわいいね、そんなとこにいて。え、ハンガー多くないとか言ってたじゃないですか。足りないかもレベル。ズボンハンガーでさえ。おかしいよね。私もそう思う。待って、今日ツイートしようと思ってたんだった。さすがに今日はしたい今日ツイートしたいよ。私ちょっと一旦待ってほしい。
近投稿ができてなさすぎてたから投稿したいと思っていたんだが、ちょっと全然準備終わってなかった。てか途中で忘れてた。写真の肌をきれいにしていく。うんたんおるよ。そう、ツイートをねしたいのよ今日は絶対に。何のツイートでしょうか。何でしょう、何のツイートでしょう。ほんまにごめん、ちょっと待ってな。肌の加工ができたので明るさを変えます。あ、注意、やばい、暑すぎてさ前髪が剥げてきた。なんだなんだ、どうしよう、まだ1枚しか写真を加工できてない。後ろにいるのはトロロくんです。うちのトロロまたお外を観察してるみたい。1枚でいいかな、ダメ。1枚でもいいかな、良くないよね、わかる。待ってく待つようになんか圧感じる、若干の待つからさ、写真多めにちょうだいっていう圧を感じる。今日の夜ご飯、最近さなんか夕方頃にご飯を、今日は全然そんなことないんだけど、夕方ぐらいにご飯を食べて、その後食べないで、その後食べないでっていうか普通に夜まで仕事して帰ってきてお風呂入ってもご飯食べる記憶がなく疲れてしまうという生活すぎて、この時間にご飯を食べるのめっちゃ久しぶりな気がする。なんか夜いつもお腹すいたってベッドの上で言いながら寝てんの。お腹すいたねトロロみたいな。いやさ、ご飯食べるっていうののさ優先順位が結構低くてさ、最近はね、普段は結構高めなんですけど、
ちょっともうさ、それよりも寝たいかもみたいな。あんま可愛くないかもこの写真。あんま可愛くない写真かもしれない、ごめん。どうしたの？虫でもいた？ね、ユーリオンアイスってさ、制作決定して、なんか結構だいぶコロナ禍前とかにさ、制作決定してたの？なくなったんだね。知らなくてさ。泣いてる。虫いたね。制作なくなったんだね。めっちゃショックだったんだけど、知った時。ちょっと前に知ったんだよ。友達とご飯食べてて、友達とその話になって、え、なくなったよ話みたいな。マジか。クラウドファンティングでさ、お金集ってさみたいな作らんみたいな。結構さ、そういう、もうクラウドファンティングしたら絶対集まるでみたいなアニメめっちゃあるよな。マジでクラウドさせてほしい。クラウド、クラウド。クラウドさせて。マジでどうしたらいい？グッズ買えばいいのかな？なんかグッズを買うことでこうなんか制作の足しになるのであればいくらでも買うしいくらでも買うよ私はって思ってるのね。でも それよりももっとこう簡単に分かりやすくそこにお金が入る行動があるのであれば教えてほしいっていう話をしてた友達と。株買う？株買った方がいい？もしかして株とかあるのかな。株買うじゃダメ？何がいいんだろうね。むずくない？円盤がお金入るんだ。え、ちょっと株できないから誰かやってって感じで言われたけど。いや間違いない、同じのね。あら、パワーが。ありがとう、レイ。レイとレイ覚えてるよ。誰だろう。先般さん。初タワーかな。ここに置いてあるレイのやつか。レイと先般、ありがとう。ね、初タワーだよね、嬉しい。じゃあちょっと今あの SNS に載せる写真を準備会をしていまして、
それが終わったら読ませていただいてもいいですか。さっきの配信で投げてくれた人いたら読むよ。ごめんね、さっき急にというかなんか変な時間に始めてしまったよね。私はごめんね、今準備会をしていて申し訳ない。いや、なんか写真がめっちゃ良くて1枚でもいい気がしてきた。だってモンスルフーはちょっとご飯が出来上がってしまうので先にタワーを読ませていただいて、5月14のタワーはこのあとご飯食べたらまた配信するかな。その時でもいいかな。辻ちゃんごめんね。ご飯の後やるということで、先輩さんが先だったかな。トラロがじわじわ置いてる。ごめんね、今日ちょっと目を怪我してしまってさ、こっちの目を隠しながらこうなんか申し訳ない、この格好、この格好こんな感じでちょっと眼鏡外そうかな。うん、目の中を怪我してしまったんだよね。ありがとう先輩さん、初タワーですよね。嬉しい。ちょっとこうしようか。先輩さん、ちょっとマジでさ、今もう部屋の掃除中だから部屋が汚すぎて映りそうでやだ。ありがとう先輩さん、初タワーありがとうございます。嬉しい。でもおぎはなのアイコンにしてくれてる。最近好きになってくれた。そうかじゃない、津田くん、嬉しい、ありがとう。こちらこそ熊本の方に住んでるのかな。そういうわけじゃなくて、そこ怪我してんの。2年前から、あ、関西なんだ。2年前から好きなの、花のこと。嬉しい。先輩覚えたよ、先輩ね、名前覚えたよ。いつでも来てショールーム。嬉しい、関西からじゃあ駆けつけてくれたんだ、ありがとう。とても嬉しい。ありがたわだよ。熊本楽しかったかな。今回のツアーね、すごい私たち自身も楽しいし、みんなが声を出してくれてすごい楽しいし、熊本はね日曜日でねちょっと来にくい環境だったのに来てくれて本当にありがとうございます。嬉しい。先輩甘えました、パンありがとう先輩、ありがたわです。この後ね、また配信3、40分後ぐらいにすると思うので、よかったらお待ちしてます。広島、嬉しい、待ってるね、超楽しみ。広島当たったんだ、すごい、待ってる、楽しみにしてます。絶対見つけるわ、また青と白のペンライトとうちわ振ってね。ありがとう、ありがとうございます先輩。続きまして、レイ、またタワーありがとうね、今日も覚えてるよ、嬉しい。なんかさ、このアイコンクルスリンさんかな、お目目を大事に、ありがとう。でもね、これでもめっちゃ収まったの。クルスリンさんがさ、今回のテンスラのエンディングしてるのすごい熱い、私的にクロスライブめっちゃ、よかった、ハヌもめっちゃ楽しかった、来てくれてありがとう。平日だよね、あ、平日だよね、平日だったもんね。ねえ、クルスリンさん好きなの。
今回テンスラのエンディングをやっててめっちゃ声が良すぎて熱って思ってる。録音ダウンロードしてしまいました。ありがとうレイ。今日も今日はまた 3,40 分後にご飯食べてまた配信しようと思ってるので待ってる。え、嬉しい。明日のオンラインサイン会こちらもう少しお花も楽しみにしてます。楽しみにしてて。心を込めて書くね。お目目の腫れ収まるといいなと思ってるけど今日もちょっと早めに寝て頑張って直そうと思う。明日気持ち込めて書くね。え、ねえ有給で来てくれるの？めっちゃ嬉しい。ねえ横あり絶対来た方がいい。嬉しい。幸せね。それアウトシロのオンラインじゃない。さっきのサイン会でも出てた。ペンライト絶対振ってください。見つける頑張って。よくありも幸せにするね。明日もありがとうレイ。今日もタワーありがとう。ありがとう。じゃあということでちょっとパパのご飯がもうそろできるみたいなので一旦行ってくるね。なるほどね。当たるといいな。あのお願いとく。みんなもご飯食べよ。でちょっと視力が悪いので目やばくない？目のサイズ。ありがとう。じゃあ、SNS 更新 X 更新しようと思うのでちょっとこの後チェックしてくれたら嬉しいです。じゃあご飯行ってくるね。